その技はもう見たのだ。今度は私が見せてやろう。の寄り代となった素体の生命反応を確認。その素材が強烈な怒りの感情を持っている模様。強烈な怒り？ミリムに？あのな、こいつどうやらお前に用事があるみたいなんだけど。何？うん？あいつはこの前来たフォビオとやらを寄り代にしているようだな。あいつか。あ、それとはい、フォビオって魔王カリオンの配下なんだろ。生かして助けてやりたいんだが。うわははは、その程度造作もない。最近学んだ手加減を見せてやるのだ。うっ、手加減本当だろうな。つまりカリュブディスはミリムがいたから俺たちの町に向かってきたってことか。てっきり俺の中にベルドラがいるのを察知してとか、深読みしすぎていたのか。あれ、じゃあミリムに頼っていいんじゃね？って寝てるし、もしかして私が相手してもいいのか？お前のお客だったのに俺たちが邪魔したみたいで悪いな。いいのだ、気にするな。なのだ、やるのだ。これが手加減というものだ。ドラゴンバッシュ！手加減って一体。ミリム、クリム、寝てないのだ、起きていたのだ。いや、どう見ても寝てたし。瞑想していただけだ。ちゃんとお前たちを応援していたのだぞ。はあ、あれだ。見事な手加減だったよ。